や、もともと野球始めたのが金田さん、うちのおじさんじゃん。そう、それで、ね、これはちらっと聞いたっすけど、うん、みんな長嶋監督の息子の一茂さんは大変だったとか、うん、王さんのところの、まあ、理恵とかも2世大変だったけど、ね、うん、考えてみたら父ちゃんとも400勝投手の400勝甥っ子になるわけですよ、ね、おじさんだけども息子じゃないからまだいやでも同じように見るな、なんか、うん、でも金谷の親戚っていうのでは見られるよねえ、うん、でどういう投げ方してんのか、うん、どういう野球選手してんのかっていうのは最初に見られる、うんうん、金田さんのうちのおふくろが金谷と兄弟で妹なのよ、で女系では長女なのよ、はい、うん、長女で、はい、皆さんあのいとこ連中いっぱいおる中で、はい、よく正月とかみんな集まるでしょ、はい、いとこ連中が、はい、お年玉もらいに、その時にキャッチボールするのよ金田さんと、うん、やるんすか、やるのよ、おい並べって言ってるでキャッチボールされるのよ、はい、要するに自分金田家で野球をやる人を作りたいのよ、でおいっ子連中集まれでキャッチボールして、でお前は野球運動の選手がないからこっち行け金田さんに、そうそう、お前は野球は無理センスがないって言われてこっち振り分けたんです。え、金田さんってもともと出身名古屋なんですか。名古屋なのよ。あ、そうですか。そうそうそう、生まれ名古屋、なんか関西弁っぽいですもんね。共栄だもん、共栄高校。そうでした。共栄高校中退でプロ入っちゃったその時代はですね、うん、いやでも共栄高校中退して、そうそう、その頃が有名だった。国鉄、もうハングリーでね、やっぱり、いや自分が頑張って。どういう家族だったって聞いてます、金田さんの家は。やっぱ貧乏だったんですか。いや、ハングリーよ、貧乏よ、うん、で、自分が野球頑張ってお父さんとお母さんを楽させたいっていうところで野球こう中退してプロ入ったわけだから。やっぱ有名だったんですか。そ、もちろん有名じゃない。だって男兄弟がね、おじ金谷は次男なのよ、はい、次男、長男が一人いて、はい、次男で 1,2,3,5 人いたのかな、はい、あと5人いた中で4人プロ入ってるからね。トメさんは一番末っ子、金田富弘ってね、富弘さん、うん、はゴルフうまかったですもんね。そう、トメさんは下なんですか。一番末っ子、もうなんか親子ぐらい違う感じありましたよね、大人になって僕らが、うん、だってあの兄弟さ、監督へ、ま、おじさん金谷がいるとトメさんでしょ、兄弟なのに、挨拶するっていうか直立不動だよ。直立不動、本当怖かったんですか。もう兄弟よく兄弟でなんかあんなに厳しいのかなと思う。もちろんタバコなんかも吸われないし、家族来た弟が、そうそう、いつも弟平気で言ったんですけどね、うん、でね、トメさんが行って、金田星雄っていうのがいて、高吉がいて、監督、4人プロ入ってるのよ、国鉄スワローズに。まあ、トメさんはロッテだけどね、うん、親戚で1人でしょ、親戚で1人で、金田ファミリーでね、600勝してるの。はぁ、600勝はぁ、金谷が400勝でしょ。その後の2人は1勝もできなくて、トメさんが128勝、そうですね、勝ってましたもんね、128勝で、わしが82勝、まあその後セーブね、72セーブしてるけど、うん、80セーブかな、72勝80セーブか、うん、勝ち星を挙げたら400勝、そうですね、あ、600勝、うん、その時振り上げられた中の、もちろんお前は野球やりに入ったんですか。そうもうわし一人しかいなかった。うちの兄貴も弟も高校までは野球をちょっとやったんだけど、兄貴は駒沢大学まで行ったのかな、あ、そうですか、うん、名古屋の東方高校から駒沢まで行って、辞めてゴルフの道に入った。で、弟は野球はあんまりやらなかったけども、とりあえず野球という形で東方を入れてもらって、それは飲食の道に入った。で、結局わし一人しか残らなくて、そっから中学校から、中学岐阜っすか。岐阜、中学校3年。岐阜のどこだったんですか。岐阜のね、岐阜は飛騨地方、美濃地方ってあるんだけど、飛騨地方で今有名なのはね、下呂温泉。下呂温泉、うん、下呂温泉まで20分ぐらいかな、うん、2、30分で行くところで、山ん中、本当に山ん中、ずっとそこで名古屋で生まれたけど、そこで育ったわけですか、野球。あの、おふくろは名古屋なの、親父が岐阜なの。で、岐阜の飛騨の方で、だから林業をやってた、うん、中学校まで野球本当に田舎の中学校の野球、はい、なんちゅうの、リトルとかシニアとかそういう野球スポーツ少年みたいなのもなく、うんうん、中学校の野球部で軟式の野球やってて、父ちゃんが今還暦でしたよね、61ね、と僕の6つ上だと、まあ、ありましたもんね、茨城でも本当はチーム、うん、だからよっぽど田舎だったんですよ、ね、うん、よっぽど田舎、一つくらいあったのかな、少年団が。でもそういうのは入るの嫌だったし、うん、もう野球部だけの放課後の野球やってて、うん、
まあ、小山の大将でやってたけどね、うん、まあ、でかかったんですか、背もでかかった、うん、ピッチャーでしょ、ピッチャーで、で、そんな話で、みんな金田さんの甥っ子ってのは知ってるわけですよ、ね、知ってる知ってる、やりづらいんですか、まあ、そう、中学校の頃は全然そんな意識したこともないし、うんうん、まして自分がプロ野球の世界に入ってくと思わへんし、うん、まあ、好きで野球をやってたぐらいで、うん、それがいきなり PL に入れという、それ、なんですか、わしのね、野球人生って、プロ入るまではコネなのプロ入るまではもうおじさんの力、もう金田さんって正一さんって呼ぶのが正一さんなんですか、その、うん、正一だけど正一って言ってるでしょ、あ、そうですね、うん、いろいろ呼ばれ、どっちか呼ばれるじゃないですか、シーラはね、金田正一やな、うん、そうっすね、不思議ですよね、まあ、最初おじさんから、まあ、うん、どっちでもいいんだけど、とりあえず、まあ、野球やるんだったら PL 行けと。それ、連絡その頃 PL ってすごかったのよ。すごいですよね。うん、え、西田さんとか、西田とかね、木戸とか。黄金時代で、PL 学園が夏の甲子園で初優勝したメンバーなの、はい、逆転の PL で。はい、で、そのあしらの時代の PL に憧れて、巨人の吉村とかが PL に入ってきて。はい、で、清原桑田はその後。はい、立浪片岡もその後だから、うん、やっぱり第一時期強い時かな、そうでしょうね、うん、もう PL が出だした頃でしょ、そうそれは金田入ったんですか、金田入った、これ金田たまたまこの金田おじさんが PL の教祖さんと知り合いで、すごいですね、やっぱり要約書当時は、うん、そんな上の人と知ってて、いろんなとこにこう骨があるから、うん、で、じゃあ PL 入れてあるから、うん、で PL 入れて、で言われじゃあすぐ言われやりたかったですか PL で、まあ、やりたかったよ、どんなとこ知らないの、まあ、とりあえず野球やれるんだったら、で甲子園でも PL 見てたし、あ、このここか、この高校か、うん、で大阪でしょ、うんうん、で田舎から大阪に行ける、それも嬉しかった、なるほど、うん、寂しいよりも嬉しかった、都会だみたいな、うん、で PL 行ったら寮生活でしょ、うん、まあとりあえず入れと、でとんでもないとこ入れられないとんでもないとこに、すごかったっすか、すごかった、それ金さんの甥っ子とか、まあ、全然関係ないですね、まあ全然関係ないけど、私がその時ね、ちょうどね、病弱だったのよ、中学校卒業してから高校1年生ぐらいまで、うん、身長が高いでしょ、うん、でガリガリヒョロヒョロで、うん、成長期でしょ、うん、成長期にやっぱり体力が伴わなかった、うん、ついていかなかった、貧血症だった、やっぱそれなんで急にね、大きくなりすぎですもんね、だから中学校3年間でね、20センチ伸びて、で高校3年間で10センチ伸びたの、はあ、いつまで伸びてくんだったの、だから成長期に30センチ伸びてるから、うん、だからいろんなもの追いつかなかったんですね、追いつかない、だから貧血 で厳しい練習にもついていけなく、うん、だから PL の1年生の厳しい時、きつい時っていうのは何もしてなかったもん保健室みたいな、うん、練習も水まきとかグランド整備とか、うん、まあ多少の練習はやるんだけど、うん、特別まあしょうがないですよね、病院から言われてるのはもうそうですね、そうそう、で PL 学園の部長さんが、はい、その子 PL 病院だったから、